どうも皆さん、こんにちは。やすです。よろしくお願いします。ということでね、今回、ライティングのお仕事の案件、受けてみたということでね、やっていきたいと思います。この動画では、そのライティングのね、お仕事を受けてみた、結果っていうのをね、どんな感じだったかっていうのを、ご説明していきたいんですけれども、このライティングの仕事に興味があるけど、どんな感じなのかな、できるかな、自分でも、みたいな感じの方いらっしゃると思うんですけれども、そういった方に向けてね、情報を発信していきたいと思います。まずですね、結論、稼いだ金額ってのがね、4581円でした。7月の4日に案件をもらいまして、で7月の5日から始めて、7月の9日ですねに、仕事を終えました。で、まあ、この間、まあ、だいたい平均で1日7時間から8時間で、まあ、この動画を見てもらえれば、今回のね、この受けた案件の内容だったり、まあ、私の感想だったりっていうのをお伝えしますので、まあ、その感じをね、分かるかと思いますので、よろしくお願いします。ホームページ、有名なランサーズというとこからね、仕事を受けたわけなんですけれども、まあ、守秘義務なんかがあるのでね、全部は言えないですけれども、可能な範囲で、言いますと、まあ、一般の会社から、お仕事の案件が募集してあるのを私が見つけまして、じゃこれ募集してみようかな、募集して、内容としましては、数百文字のね、割と初心者向けな感じの、リサーチをしてね、紹介するみたいな感じの案件でした。で、まあ、内容としては本当に、まあ、本当に誰でもできるなっていう感想ですね。まあ、ただ、自分の場合は初心者だったので、パソコンのスキルは、まあ、ある程度、まあ、パソコンの知識だったり、ブラインドタッチぐらいは、ゆっくりですが、まあ、できるという感じのレベルなんですけれども、まあ、それでもね、誰でもできるなという印象を受けましたね。まあ、理由としては、まずマニュアルが全部あるんですよね、やっぱり。最初に、募集要項なんかにも、ちゃんとマニュアルがありますので安心してください。初心者向けなので安心してください。みたいな感じで、もう、情報がね、もう全部揃ってるんですよね。まあ、もちろん皆さん普通に会社で働かれてる方なんかも、まあ、会社に行くと最初に、まあ、ネットとかで、まあ、こういうお仕事の募集を見て、募集して、で面接を受けてお仕事をすると思うんですけれども、もうそこでも同じように全てその情報がね、公開されてる、どういった仕事ですよとか、給料とかね、まあ、どういう内容です、お仕事内容ですよ、感じで、面接を続けて、で実際にお仕事を、始める時も、じゃあこれからこういう仕事やってください、まあ、研修を受けて、OJT とか受けると思うんですけれども、まあ、そうやって全部ね、やり方をちゃんと教えてもらえると思うんですけれども、このお仕事でも本当に、余すことなくやり方を教えてもらった状態で、まあ、もちろんね、分からないことなんかもあると思うんですけれども、そういった場合はチャットでね、この部分どうやってやるんですかとか、そういった部分は聞きながらやってました。以上ですね。こんな感じで、ご説明していきましたけれども、やっぱりね、実際にやってみないと分かんないと思うんですよね。ですので、
皆さん休みの日なんかに、まあ、ぜひ、お仕事を一回受けてみていただければと思います。感じたの失礼しました。それでね、こう実際に更新してくださいみたいな感じで、もう情報がね、もう全部揃ってるんですよね。まあ、もちろん皆さん普通に会社で働かれてる方なんかも、まあ、会社に行くと最初に、まあ、ネットとかで、まあ、こういうお仕事の募集を見て募集してで面接を受けてお仕事をすると思うんですけれども、もうそこでも同じように全てその情報がね公開されてる、どういった仕事ですよとか給料とかね、まあ、どういう内容です、お仕事内容ですよ感じで、面接を受けて、で実際にお仕事を、始める時も、じゃあこれからこういう仕事やってください、まあ、研修を受けて、OJT とか受けると思うんですけれども、まあ、それで全部ね、やり方をちゃんと教えてもらえると思うんですけれども、このお仕事でも、本当に、余すことなく、やり方を、教えてもらった状態で、まあ、もちろんね、わからないことなんかもあると思うんですけれども、そういった場合は、チャットでね、この部分、どうやってやるんですかとか、そういった部分は、聞きながらやってました。以上ですね、こんな感じで、ご説明 していきましたけれども、やっぱりね実際にやってみないと分かんないと思うんですよね。ですので皆さん休みの日なんかに、まあ、ぜひお仕事を一回受けてみていただければと思います。感じたな失礼しました。それでねこう実際にこう自分でもやってみて、あこんな感じなんだっていうのは分かると思うので、まあ、それでね、まあ、飲み代ぐらいは、まあ、稼げますので、まあ、もちろんね自分のスキルにもなっていきますので、それをまあ積み重ねていくことで、皆さんの将来も勝っていくんじゃないかと思います。はい、ではね今後も、また進捗があったりしたら、発表していくんで、ぜひよろしくお願いします。では最後まで見ていただきありがとうございました。ではバイバイ。